はいはいです。めちゃめちゃ安くなってしまうガザイちゃんの徹底レビュー。第1弾第2弾っていうねやってきて、まあ本日は何を紹介するかっていうと合計で4点あります。しかも全てホルベイン様。はい、こちらタブレット A4 スターターキット、ポケットたくさんある便利なバッグに入ってるパレットタブレットのセットです。この背景とか景色とかを透かしてなぞって絵描けるよねっていうような絵のハードルをねグワンと下げれるセットです。はい、で次がこちら、じゃん、見て、透明水彩絵の具10色15色セット。この絵見て、この青い綺麗な絵、この中に入ってる絵の具ちゃんたちで私が描きました。パッケージになってしまった。まずこっちのね10色の方、ほら雲さん描きました。じゃん、見てー、めっちゃ綺麗。青ばっかりやんって思うでしょ。これ私が選んだカラーなんです。もう青を極めし者のためだけのね、青い世界を作りたい人のためだけのセットです。でもう一個はこっちの15色の方、こっちもねこだわらせていただきました。このね見て、化粧品みたいなかっこいいメタルケースに入ってて、でここがパレットで、こっちもパレットで、色のラインナップがじゃん、こんな感じ。ピンクとか紫系とかが入ったりするので幅広く表現できる絵の具セットです。でこっちのね15色の方にだけ筆ちゃんついてるんですけど、見て、高いの入れさせてもらいました。この筆ちゃんね、あの他の動画見てくださってる方わかると思うんですけど、私がねあの固形水彩のセットとかでついてる、もうねこの筆めっちゃいいよってもう何回も何回も言ってるね、ふわふわ筆、この私の推しの筆が入ってるので、もうね春アトリエセットです。これはもうマジでかっこいい。ありがとうございます、ほんまにありがとうございます。ありがとう。4点目、これ気になりますよね、この宝箱みたいなやつ、アニバーサリー透明水彩絵の具115色セットです。じゃん、かっこいい。アバロンさんの水彩紙がでバコーン見えて、じゃん、みんな来てもらった方がいいですね。ちょっとみんな来てもらう、見てー、かっこいい。なんとまあ木箱に入ってますわ。いいお部屋で寝てらっしゃるこの子たち。しかもね、気づいた人いるかな、これホルベインさんの旧パッケージなんですよ。小中高の時に散々お世話になってきたこのデザイン見て、全然違うでしょ、かっこいい。右側にはじゃん、ありがたいね、ブロック用のナイフ、綺麗すぎんかこれマジで。スポンジちゃん、あー2000が2つですね入ってます。横にもあります、ここね、こう開けると、はい、出ました、高級筆たちです。大好きですね私、コリンスキーの筆と、まあいつもねめちゃめちゃお世話になってるブラックリセーブルさんですね。もう一個下にはこれね、私これ一番嬉しいかもしれへん。パレットなんですけど、見てこれは作品、もう陶器です。この波打ちめっめっちゃ美しいね。てか使えんなこれ。でこのね横側面にも謎の入れ物があります。ここにはね何も入ってないんですけど、まあ筆とかかな、とか小物系とか、まあ好きなの入れてねみたいな感じのポケットだそうです。かっこいい。で合計10色15色合わせて4点ですね、紹介していこうと思います。メイキング最後の安くなるキャンペーンまで GO。はい、でね、最初は A4 スターターキットプレミアム、お値段が税込み 12,650 円です。わー高いって思うんですけどね、大丈夫、最後にねごっそり安くなるから。透かして対象物をなぞって、で上から紙を置いて、でその紙を透かしながら、まあ、絵を描くっていう感じですね。なので、まあ、風景画の練習とかデッサン練習とかにも使えるかなと思いますね。まあ、こんな感じで描くんやみたいな。でボールペンも入ってるし水筆も入ってるので、もうこれね1個あればかなり完結するっていう感じのセットですね。はい、でその次が、はい、出ましたホルベインさんアニバーサリー透明水彩115色セット。はい、こちらお値段税込み 126,500 円、いかついね、もう一番高い。まあ筆がねざっくり4本入ってるんで、順番にねサクッと描いていきます。でね、一番最初に描いたこの細い子たちがもう私の中でね結構ドストライク、めちゃめちゃ細いし描きやすいし水の含みもいいしで、もう最強でした。最高級シベリアンコリンスキーちゃんを使った水彩画筆、ラウンド3号と8号っていう感じですね。
まあ一本のお値段もね、相当3,000〜4,000円から高いものだったら8,000円ぐらいとかまでするので、まあね、この高級セットの中に入ってるということで、この筆ちゃんたちももうめちゃめちゃ高級、書きやすいですよね。はい、では一番最後はいつもお世話になってるブラックリセーブルさんの6号ですね。まあ、この子はね、もうすでに私昔からめちゃめちゃ使わせてもらってます。まあリス毛と合成毛が混ざった筆ちゃんなんで、こうトロッとして書きやすいのと、あとね、横向けて書いたら広い面積がっつり塗れるし、縦向きに書いたらもちろんね、細い線も書けます。木箱ちゃんに入ったね、高級水彩絵の具塗っていくんですけど、まあ、この水彩とかはね、全色セットとか過去にもレビューしたものなので、まあ、サクッといきます。ホルビンさんのね、水彩絵の具。もう私ね、どこでも言ってるんですけど、かなりね、力強いんですよね。なんかホルビンさんの絵の具って、こう、さらっとも塗れるし、こう、美しくね、鮮やかな色っていうのもあるんですけど、なんかね、私の中で学生の頃から、すごいしっかりしてるとか、こう、力強いような絵の具っていうイメージがすごい強くあって、色のノリが良かったりとか、この思った通りに、がっつりね、絵の具ちゃんが画面の上に乗ってくれるので、どの筆とも仲良ししてくれるし、かなり描きやすい、頼りがいがあるような絵の具っていう印象があります。もうね、子供の頃から、本当に受験時代の相棒としても、ね、使わせていただいて、もうかなりね、私の中でもうこの子がないと絵を生み出せないなっていうぐらい、頼りになる、お世話になっている絵の具ちゃんですね。はい、まあ一応ね、全色塗ってみました。残り2点なんですけど、ホルビンさんの透明水彩絵の具10色15色セット、まあさっき言ったようにパッケージ私が描かせていただきました。中の絵の具もうね、ブルー1色みたいな感じのも、私がね1色ずつね、試し塗りしながら、この色入ってたら嬉しいなっていうことを詰め込ませてもらいましたと。で、こちらお値段の方が10色セット4752円、15色セットが9350円、まあ1万円切るぐらいですね。まあ、これもね、最後がっつり安くなるんで、高って思ってもね、まだ大丈夫、安心してください。で、この15色の方だけに筆が入っております。まあ、私がねご利用している、すごい描きやすいトロトロの筆、水の含みも良くて、筆先もねかなり柔らかいので、自分がこう思い描いた通りの線が描けるっていう、もう本当にね一級品でございます。もうお世話になりすぎております。もうこの筆の描き心地ね、ぜひ皆さんにも味わってほしい。実際に試し描きしていくんですけど、まず10色セットの方ですね。もうこれはもう完全にメイン青色です。まあ濃い青から薄い青、美しい鮮やかな青で、あとはね、私青と黄色混ぜるのすごい好きなんですよ。もうね、いろんな青色系のイラスト描いていく中で、黄色って絶対入ってるんですよね、私の絵の中で。なので、このね、ターコイズ系の明るいブルーと黄色を混ぜた時の浅瀬の海みたいな感じのね、綺麗な色はもう本当に味わってほしくて、黄色も入れさせていただきました。はい、で、下の方にあるプラス5色が、全て入っているのが15色セットの方ですね。15の方がピンクとか紫とかもがっつり入っているので、まあ、よりね、広い範囲、幅広くお絵かきできるかなというセットです。はい、そんな感じでね、まあ今回は15色セットの方に描かせていただいた絵のメイキングをね、サクッと乗っけて終わろうと思います。まあ今回のね、このパッケージもそれぞれ10色15色のセット縛りで、まあ絵を描きました。なので、まあ15色セットで絵を描いたらこんな絵ができるのかみたいな、まあ色幅をね、ざっくりね、あ、そんな感じかっていう風に分かっていただければ嬉しいなという感じです。まあ何描こうかね、めちゃめちゃ悩んだんですけど、まあ一番得意というか、よく描く海とか空が私もいいかなと思いね、描かせていただきました。まあ濃い色もね、15色の場合は入ってるので、シルエットとかも描きやすいし、繊細な絵もね、入れやすいかなと思います。はい、そんな感じで完成です。はい、そんな感じでね、メイキングまでありがとうございました。ということで、もうね、大ボリューム、この第1、第2、第3でね、すごいボリュームでお送りさせていただいたんですけれども、本日ね、6月の4日20時から概要欄の方にも記載しております楽天ショップのアート&クラフトラボさんの方から、紹介した画材ちゃんたち 50% オフになります。なので、このいかつい子12万円が6万円になるし、この私のね、チョイスした水彩と最高の筆で、このパッケージで届くこのセット約9300円ぐらいするんですけど、4000円台で購入もできちゃうっていうね。まあもちろん4000円でも高いんですけど、もう多分半額になるって、もうメーカーさんたちもだいぶね、シャーンって感じで気合入ったので、次いつ来るかわからんし、来ないかもしれないので、やっぱり半額なので限定数っていうものがあるので、まあ早い者勝ちみたいな感じになっちゃうと思います。なので、ぜひね、
チェックしていてください。今7時台なんで多分もうですよね。8時からなんでぜひねチェックしてみてください。で6月中はこのねショップの方では 10% もポイントが還元されるので、がっつりポイントつけたい人はまあ 10% 分バーンつくんで、よかったら見てみてください。まあ見るだけはただやしで、まあ他にもねメイキングとか ASMR とかいろんなことやってるので、よかったらねチャンネル登録お願いいたします。じゃあ新しい画材ちゃんたちで画力を上げていくために一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。